なんかですね、今こうせつさんがここで持っているこのギター、これはね、由緒正しいギターなんですよ。そう、このことからまず解説していただかないといけません。これはですね、加山雄三さんが今回、はい、健太さんも参加しましたけど、トリビュートアルバムを、はい、作った時にそこへ参加したミュージシャンに全員差し上げたんです。これ気前いいですよね。しかも ネームプレートがね、ちゃんと後ろに入ってるんですよ。そうそうそう、後ろにちょっと後ろ向いてくださいよ。ほら、プレートはね、ヘッドの裏に、そうそうそう、なんて書いてあるんですか。これはね、加山雄三、あとちょっと読めないんですけどね。高瀬さん面白すぎますよ、ちょっと。すごいですよ、もう。いや、もうね、あとアルファベットで書いておりますね。あ、ね、じゃあほっときましょう、それはね。それでね、ちょっと話してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。ね、じゃあとりあえず私ここで引っ込みますから、南こうせつさんです。楽しんでください。それで僕らが中学校の頃、高校の頃にこうやってレコードを聴きながらこう、まあ、見よう見まねやってたんだけど、それを何十年ぶりかに徳ちゃんに教えてって言ったらね、もう間違いだらけでしたね。もう例えば簡単なことなんだけど、ウォークドントランっていうのは最初、これ音出る、これは出た、あ、出た、大きい、アーマイナーだと思ってたの。これがアーなんだね、徳ちゃん。実はこれは A なんですよね。ね、これそうなんだよね。それも知らなかったし、でパイプラインなんか、ピーパーピーパーピ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 ーパーピーピーパーピーパーピ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 ー、このフレーズがあるんですけど、これは2人でやってると思ってたの、ずっと。だ1人で全部高い音もやってるんですね。ちょっと徳ちゃんやってみて。ほら、こういうふうに1人で全部やるんですね。僕は今危ないからやらなかったんですけども。で、じゃあ徳ちゃんにちょっと習いましたんで、それを、まあ、今日はやってみたいと思います。まあ、そういう意味ではちょっと練習するとこれくらいまで弾けるようになるぞっていう感じの私見本で今日はやってみたいと思いますんで、じゃあ最後の曲になります。Walk Don't Run。 All right。Stop!